道南バスの空港連絡バス新千歳空港にて、道南バスの一般路線バス、向川駅前にて停留所1、霊道南バス株式会社は、北海道室蘭市を中心とするイブリ、日高、尻部市地方を主たる事業エリアとするバス会社。本社所在地は、室蘭市東町3丁目25の3。1925年に創業した室蘭乗り合い自動車を前身とし、 1944年に、胆振、日高地方のバス会社が、戦時統合して、現在に至る。道南と称しているため誤解されることが多いが、大島、檜山地区は営業エリアではない。1960年代後半より、モータリゼーションの発達や、沿線の基幹産業である、第一次産業の不振や、工業衰退などにより経営が悪化し、1975年9月には、 会社構成法が適用された。その後も1977年の薄山噴火や室蘭市の鉄鋼不況による人口減少などの逆風があったが、道自動車道の開通によって都市間、バス事業を積極的に展開することにより南極を切り抜け現在に至っている。道南バスのルーツは1925年に室蘭自動車講師会社が設立されたことによる。 室蘭で最初に自動車による旅客輸送事業を行ったのは、北海自動車株式会社であるが、1919年に創業するも、道路状況の悪さによる故障などが頻発し、業績が悪化、廃業を余儀なくされてしまっている。その後、バス事業は難しいとされている中で、創業者の特注スケミツらによって、室蘭自動車格子会社が設立される。 同年7月10日には、室蘭駅和西駅間の運転許可が下り、営業を開始した。しかし室蘭では、すでに客馬車が営業しており、さらにタクシー会社が営業を開始したことによって、合資会社を取り巻く環境は厳しいものとなっていた。1927年に、長林線の開通を目前にして、市街電車を運行するという話が持ち上がったものの、不況が深刻化。 さらに、世界恐慌も起こり、実現はしなかった。景気が回復し、世間でも自動車が普及し始め、バスに乗ることも一般化してきたためバスの乗客も増え、経営も安定してきた。太平洋戦争の開戦によって、タイヤや金属などの修理部品などの入手が困難になった。さらに、バス事業者に対し、本当に必要であると認められる路線のみに、規制された。 市内線については、室蘭が軍需工業地域だったため、運行日数を極端に減らした上で運行し、その他の地域は休止を余儀なくされた。このような状況下で、政府はバス会社の統合方針を正式に発表した。北海道では、1942年に北海道における旅客自動車運輸事業統合要項を発表。室蘭地区においてもそれは例外ではなく、 室蘭自動車株式会社や上別温泉株式会社などと統合、社名を道南乗り合い自動車株式会社とすることとなった。戦争が開始してからも、機内訓練を繰り返しながら運行を続けていたが、1945年7月15日に艦砲射撃を受けてからは、交通網が麻痺、殉職者1名、負傷者も多数発生する事態となった。 戦時中は新車の割り当てがなかったため、老朽化が進み、少ない車両をやりくりしながらの運行が続いた。その車両も破損箇所を修理する資材もないため乗り心地は悪く、また路面の状況も悪かったため運行は困難であった。終戦とともに制限や規制は解除されたため、運輸省はバス事業の再建推進を指示したものの、戦後の混乱期に、 計画の実行は無理であった。1950年には朝鮮戦争に伴う特殊景気によって室蘭にも活気が戻り、人々もバスを利用するようになったため、収入の増加にもつながった。また、労働組合も設立され、労働協約を会社側と結んでいる。1952年に社名を現在の道南バス株式会社に変更。バス事業を これまでの路線バスのみから観光用の貸切や長距離運行事業にも参入した。それに合わせて大型ロマンスカーなどの新車を次々に導入した。1956年には人無景気と呼ばれる後景気となり、この年に施行された積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法によって除雪の負担が軽減され、 支出の減少につながった。また、景気の上昇により、今まで鉄道しか利用しなかった人々もバスを利用するようになり、旅客も急増したため、事業の拡大を図った。1966年の株主総会において、前年度の営業成績が赤字であったことが報告される。赤字の原因は、運賃収入の伸びがとどまってきたことや、人件費の大幅な増加である。 翌年には黒字に戻ったものの、1969年には、再び赤字に転じる。1970年の12月には、資金繰りがつかない事態にまで陥った。その要因には、高度経済成長期によるモータリゼーションの進行や、レジャー事業の失敗が主なものとして挙げられる。レジャー事業は、東夜港温泉にレジャーランドを作るというものであった。 再三面が不確実であったために反対論を唱える者も,もいたものの、その意見を尻避けて実施した結果が招いたものと言える。ワンマン運転蒸気のような経営不振のため、ワンマンバスが導入されることとなった。運賃収入に占める人件費の割合が大きいことも導入理由の一つとなった。これに先駆け、百六十八年には業務合理化の一環として整理券を プラスチック製のものから紙製の軟件に変更している。経営難、会社構成法適用1970年に再び経営が悪化し、冬のボーナスの支給さえ困難となった。これはメインバンクである北海道銀行が融資に応じなかったためであった。経営陣を一新し、新たな体制で臨んだものの、経営は思うように改善しなかった。一新した直後は、 夏のボーナスの支給や新車両の導入を行い、順調に経営が回復したかのように思える時期もあった。しかし、1975年には、社長が資金調達のためと称し、手形を乱発していたことが発覚。社長は、手形を社長自身が関係する会社や不動産取得のために使い、それで得た利益を、道ナンバスの資金運用に充てようとしていた。 それに気がつくのが遅れた背景には、社長が会社発行株式の半分を持っており、オーナーのような存在だったため、命令に背くことができなかったためである。そして、8月分の給料が払えなくなったことや、今後の手形決済が難しいことから、会社構成法の適用を札幌地裁に申請した。構成手続き開始を受け、保全管罪人の選定を行ったものの、 路線が24市町村にもわたっており、その再建に高度な政治力を必要とされたことから、選定は難航した。選定後には、従来とは違い、株主も製鉄会社中心となった。室蘭市からの特別融資も受けるなど、路線バスは依然として大幅な赤字であったが、この融資の決定により、銀行や自動車会社との信頼関係を回復するきっかけとなった。 ウッサン噴火による危機再建計画が軌道に乗り始めた1977年にウッサンが噴火した。噴煙が1万2000メートルにも上るほどの大噴火であったため、温泉街へ向かうバスの運行も途中までしかできず、伊達市に仮設営業所を設置し、情報収集に追われることとなった。昭和新山の花火大会が噴火前日に行われており、 観光客が温泉街に多数いる中で住民や観光客を避難させるためにピストン輸送を行った。だが噴火の影響は想像以上に大きく、塔や営業所での業務は不可能となった。そのため、伊達市より私有地を借り受けて仮設営業所を設置し、バスの運行を継続した。しかし、噴火は観光客の減少を招き、東野高温泉だけでなく、 登別温泉への観光客も減少した。東屋湖を観光営業の拠点としていたために、この噴火の影響はとてつもないものとなった。そこに追い打ちをかけるかのように、東屋に建設したレジャーランドの売却の見通しが立たなくなった。飛散の処分、東やサマーランドの売却計画が進行していたものの、うっん噴火により観光客が減少したことにより、改定がつかなくなってしまった。 資産の処分に困っていたところ、ウッサンの出流被害を防止する目的で、流路工の工事を行うこととなった。その建設場所が幸運にもサマーランドの敷地にかかっていたため、所有地が適正価格で買収される見通しが立った。建物部分に関しては、アブタ町に無償状とし、火山科学館として再整備の後、開館した。車両、路線の整備構成計画後、 バスの老朽化が激しくなり、車両の更新が急務となった。1977年から79年の3年間をかけて、室蘭市からの特別融資を受けた上で、車両の更新を行った。また、それに伴い、路線の再整備も行うこととした。経営改善、設備の更新業務の合理化を推進するため、コンピュータを導入し、各路線のダイヤの実態調査や、 予約状況の管理など、正確性とスピード向上を図った。また、車内に運賃表示器と自動量外機を設置することで、ワンマン化に伴う運転手への負担を軽減させた。さらに、観光貸切バス部門を強化することで、1978年頃からの国内観光ツアーの増加に対応し、収入の増加につなげた。 1980年代に入ると高速道路が次々に整備され、貸切バスについても全国的に高級化が進んでいた。また、高速道路の整備が進んだことにより、国鉄に対抗できないことを理由に休止していた、長距離バスの運行を再開することとなった。国鉄の特急と比較して運賃が割安であること、時間がほとんど変わらないことから、利用客が急増。 その結果から翌年以降も引き続き運行することとなった。国鉄はこれに対抗するために特急列車を利用できる往復割引切符を設定し、往復の普通運賃が割引切符より割高になるという逆転現象も発生している。室蘭札幌間だけでなく、室蘭千歳空港や苫小牧札幌など次々と都市間バスを運行するとともに、 高級バスを導入し、国鉄に対抗した。すべて北海道に所在。道路整備の進捗により、国道36号と国道37号が連結したことから、結節点として、両国道に近い東室蘭地区の場所を確保し、1963年1月21日に、東町ターミナルが完成、同年2月1日より営業を開始した。 1965年3月1日にターミナル内に室蘭東営業所を開設。室蘭市発着路線全般を担当する。1979年10月に室蘭東営業所の車庫として設置。上り別市西部の発展に伴い業務を拡大し、1982年4月4日に和歌山営業所として分離独立した。室蘭市内線の東部地域。 上別市に発着する郊外線を担当。室蘭貸切センターを併設し、観光貸切も担当する。1943年4月1日の仮営業開始時に、上別温泉株式会社及びカルルス温泉自動車の業務を継承し設置。一時期、気候改革により、上別地方営業部として権限が拡大されたが、 後の再機構改革で、上別営業所に戻されている。1967年7月13日に上別、バスターミナルが完成しバス発着施設を併設する形となり、1993年に和歌山営業所の管轄下となり、後にバスターミナル施設を残し営業所機能は廃止された。1951年頃より、 連絡事務所が置かれており、1955年6月に出張所となった。1961年6月にニュー札幌ビルへ移転し札幌営業所となり、一時期は気候改革により札幌営業部として権限が拡大されたが、後の再気候改革で札幌営業所に戻されている。1988年12月に現在地へ移転した。 札幌発着路線、観光貸し切りなどを担当する。1978年9月乗り入れ返し、乗り場1付近に窓口を設置する。1943年4月1日の仮営業開始時に、東野湖自動車、北富士自動車、紀京自動車、尻ベ市温泉自動車の業務を継承し設置。一時期、飛改革により、東野地方営業部として権限が拡大されたが、 後の再起工改革で、東屋営業所に戻されている。1977年の薄山噴火時は、伊達市で約1年間仮営業を行っていた。東屋湖温泉室蘭、札幌など、東屋発着路線全般を担当する。東屋地方営業部くっちゃん出張所として設置され、シリベシ地方の運行に関わる営業を行った。1969年に、くっちゃん営業所となり、 機能が強化され、イブリ廃止代替大隊引き受けによる機能強化を経て、1987年6月より、クっチャン駅近傍の現在地に移転。1993年5月より、当屋営業所の管轄下となった。イブリ廃止ハ大隊や、クっチャンニセコなど、クっチャン町発着路線を担当する。当屋営業所立て案内所として設置。 1985年10月1日に、伊達営業所となり、イブリ廃止代替引き受け準備に当たった。1993年5月より、東野営業所の管轄下となった。イブリ廃止代替、東屋伊達室蘭など、伊達市発着路線を担当する。1951年11月に車庫を設置、苫小前案内所と称していた。 1966年10月に苫小牧バスターミナルが完成。翌1967年12月より、苫小牧営業所となった。1992年4月に柳町4丁目にの17、2点。2012年4月1日の苫小牧市営バス事業譲り受けにより、旧苫小牧市交通部長社が苫小牧営業所となった。2001年12月23日に、 苫マコマイシエーバスキン西営業所の管理の住宅を締結2002年4月1日に設置された。元は非統合事業者である日清自動車の本拠地で日高営業所として統合を迎えた。機構改革により日高地方営業部として権限が拡大され、日高地方の他上川地方のシムカップ村や南富良野町への路線も有していた。 1971年の気候改革で地方営業部が廃止され日高営業所となり、規模を縮小。1979年5月16日に現在地へ移転し平取営業所に改称1993年10月より賀小米営業所の管轄下となっている。府内線廃止大隊やビラ取小来など平取発着路線を担当し、 平取町が保有するバスの運行管理を住宅する、日高営業所の出張所として設置。府内線廃止代替引き受けによる機能強化で1986年9月に、捕別営業所となった。1993年5月より平取営業所の管轄下となっている。府内線廃止代替、捕別から新千歳空港を担当。1987年7月開設。 元は、表町六丁目2の一の絵顔内に、発見窓口と待合室が併設されており、定期券や回数券、バスカードの発見、北海道中央バスと、厚間バスの乗車券類を取り扱っていた。またこの当時は専用レーンを持たず、周辺のバス停で乗車を取り扱っていた。2012年4月1日の、苫小牧市営バス事業譲り受けにより、窓口、乗り場とも、 表町五丁目中の11の駅前、バスターミナル内に移転。その後2015年4月1日より現在地に移転した。1986年12月1日に、苫小牧営業所が、千歳空港内に案内所を設置。1991年に、苫小牧営業所から分離されている。到着口2 3三0に窓口を設置する。 日高営業所静内出張所として設置され、1967年4月より静内営業所となった。旧静内町域内路線、浦河、静内苫小牧、札幌などを担当する。2013年3月20日限りで駅に併設された観光情報センター、ポッポ内にあった道南バスの乗車券販売所、店馬が閉鎖され、跡地に観光協会の店が開かれた。 乗車券の販売は店の横にある自動券売機で行われ、観光協会は定期券の販売のみを自宅している。1992年4月21日に函館営業所を開設。同年6月5日に函館運輸支局管内での貸切事業が認可され、貸切バスが配置されていた。元は本社併設の営業所で、所在地は本社移転と共にしていた。 1965年に室蘭東営業所が開設されたことにより、室蘭西営業所となり、本社ビル解体、東町ターミナル内移転により海岸町一丁目に移転した。2005年10月20日に廃止されている。元は、非統合事業者である三国自動車の本拠地で、日高営業所日高出張所として統合を迎えた。 船内線廃止代替,代替引き受けによる、機能強化で1986年10月13日に、日高営業所となり、1993年5月より、平取営業所の管轄下となっている。船内線廃止代替、日高苫小牧、札幌を担当していた。2012年3月20日に廃止されている。 路線バス車両は2017年3月31日現在で333台登録されており、北海道口では、北海道中央バス、JR 北海道バスに次ぐ規模となる。2021年4月1日現在、室蘭発着高速白鳥号中央バス、札幌ターミナルに乗り入れる高速白鳥号、高速室蘭サッカー号を呼び、北海道中央バス、 高速室蘭号と紙の乗車券は共通で利用可能。かつては、上別室蘭インターチェンジ経由の直行便も運行していたが、高速室蘭号との共通乗車券化と同時に、上別東 IC 経由に統一された。高速室蘭サッカー号2006年12月20日、新設。札幌と室蘭市北部を、上別室蘭インターチェンジ経由で結ぶ。相性は、 始終着地である室蘭大屋高校のサッカー部全国大会出場を記念して付けられた。高速白鳥号及び北海道中央バス高速室蘭号と紙の乗車券は共通で利用可能。北海道中央バスも2007年3月1日より高速室蘭号としてほぼ同経路の路線を設定したが2020年4月1日のダイヤ改正で廃止された。 高速はやぶさ号新千歳空港を出発する高速はやぶさ号上別温泉、発着高速温泉号札幌駅前に到着した高速温泉号札幌と上別温泉を結ぶ。古くは国道36号を経由する特急バス路線として運行された。同自動車道の延伸とともに新千歳空港や苫小牧市街を経由する便や直行便を設定した。かつては 苫小コ経由便や新千歳空港経由便、白追緑泉里行の便も存在した。高速上り別温泉エアポート号を2020年4月24日付で、ウポポイ経由を新設。ただし、ウポポイの開業延期等により、同日以降も全便運休。同年7月12日より、ウポポイ経由のみ再開したが、2021年1月28日より、 再度全便運休。2020年12月25日より全便完全予約制での運行となっている。千歳空港、新千歳空港と上り別温泉を結ぶ路線は歴史が古く、高速温泉号が旧千歳空港ターミナルに乗り入れたほか、定期観光バスとして同区間を経路に組み込んだ系統も運行された。かつて、 上別温泉と千歳空港を結んだ系統は以下の通り。上別温泉、白老線2020年4月24日付で新設したが、ウポポイの開業延期等により、同日以降運休中。同区間で利用可能の高速温泉号と高速上別温泉エアポート号は7月12日より運行したが、2021年1月28日より再運休。 苫小コマイ、浦川発着高速ハスカップ号北海道、中央バスの高速室蘭号、道南バスの高速白鳥号の運行開始とともに、当時の国鉄は往復割引乗車券として S キップを設定した。この結果、国鉄を利用した場合の札幌と室蘭の往復運賃が4000円となり、札幌と苫小コを特急で往復した場合の、 合計運賃が4180円より安くなるという逆転現象が発生した。このことに気づいた沿線住民は1984年に中央バスと道南バスに対して札幌と苫小牧を結ぶ高速バスの運行を陳情し、これを受けて1985年に運行を開始した。本路線が開設された後、国鉄は札幌と苫小牧の間にも エースキップを設定した。2012年12月1日から運行開始した駒沢大学前発着便は2021年4月1日廃止。駒沢大学前から苫小牧駅前間のみの区間利用はできなかった。この便のみが経由していた沼の単駅北口は苫小牧駅前発着便で残されている。紙の乗車券は北海道中央バス高速苫小牧号と 共通で使用可能。高速ペガサス号大谷地を出発する高速ペガサス号2020年12月25日より全便完全予約制での運行となっている。かつて札幌行は予約優先で原則金曜日の最終便後に設定される臨時便は完全予約制だった。札幌東屋湖函館高速函館号北海道中央バスとオーシャンドリームを 共同運行していたが、北斗交通が同区間を運行するオーロラ号と統合し、3社共同運行の高速函館号となった。2020年4月1日のダイヤ改正で、函館バスが参入し、4社共同運行となる。札幌東屋湖線、札幌豊浦線東町サンパレス、東屋湖温泉もい岩高校経由札幌駅前が、基本で、 豊浦市を再発着とまこまない駅経由は1往復のみ。1日1往復のみ、栄東屋湖温泉の全停留所に停車する便が設定されている。バスカードが使えるものの乗車には事前予約が必要である。かつては上鉄も相互乗り入れの形で札幌駅東屋湖温泉間を運行していたが、2004年12月1日のダイヤ改正をもって廃止された。 2020年4月1日現在、室蘭市内線上別市朧別地区異性も、室蘭市内線域に含まれる。登別地区上別温泉発室蘭線の最終便は、見たら水族館域として運行。カルルス温泉園は冬季のみ乗り入れる。当夜、くっちゃん、伊達地区鉄道の駅名は、伊達門別駅だが、停留所名は、伊達駅前で統一されている。 かばやま小学校園は陶器のみ乗り入れる。みそので待機するくっちゃん業とまこまい、ビラトリ、静内地区2021年4月1日の JR、日高本線向川駅南廃止に伴い、ビラトリ、静内方面で、運行系統調整等が行われた。新千歳空港を出発する、白尾緑泉里行、萩の線の一部は30千歳空港線と直通し、 新千歳空港白追緑、泉里間を結ぶ。全区間を直通する便はなく、静内を境に、以下の通り細分化されている。向川町路線、府内線向川駅にて、日高沿岸線を除く向川町の路線は、2007年10月1日より、向川町 A バスに合わせて、最大運賃が200円となっており、予約取り扱いなどを、向川町が取り扱う。苫小牧、 市内路線とまこまい市内路線とまこまい市営バス、引き継ぎ車両とまこまい市営バスうにえは、赤字の穴埋めに、とまこまい市の一般会計から毎年5億円以上を持ち出す状況であった。市営バス最終年度である2011年度の黒字路線は1路線のみであったが、道南バスに移乗された2012年度は9路線、2013年度は8路線となり、学生専用便なども含んだ。 苫小コ市内路線全般でも、両年度黒字化を達成した。異常に際して、3年間は、路線、便数、運賃を維持する契約を結んでいる。この契約が満了となる2015年度より、市中心部を運行する3路線を再編した、循環バスを運行する予定であることなど、市の意向は尊重しつつ、赤字路線は、再編対象である旨を表明している。 2015年4月1日に一部の路線再編を行ったほか、旧都マコマイシバス路線のみで利用できた乗車券を郊外線でも利用できるようにする制度改定などを行っている。千歳市内線停留所名は、旧廃指示のもの新千歳空港を出発する特急、浦川高華仕切りバス車両は2010年9月現在で32台登録されており、事業は室蘭。 札幌、函館の各運輸支局管内及び、誘復群シムカップ村での発着が認められている。一般路線、高速路線、貸切とも大型4メーカーが揃う、高速路線と貸切に使用される車両の大半を、三菱ふそうと日産ディーゼルが占めている。1986年には、高速路線用に生産台数の少ない日野の2階建て、グランビューを導入していた。 2007年4月には、現行型、日野、セレガを2台、同年12月には、三菱扶桑エアロエースを1台、2009年11月には、日野、セレガハイブリッドバスを1台導入し、いずれも、都市間高速バスに運用している。1980年代前半には、貸切用として、ドイツ製のネオプラン車を投入し、UFO サルーンとして、話題を呼び、 その後1990年代初頭までに高速路線用や貸切用として約20台導入されたが近年は国産車によって置き換えられ北海道外の多業者へ転籍した。また近年は他の地方事業者同様首都圏で年々厳しくなるディーゼル車の排ガス規制を理由に首都圏から輸入された中古車も増えている。沿線各地は冷涼な気候のため 一般の利害者は近年導入された車両を除いて、比例防車が全体の半数近く占める。また、後部方向膜は、旧苫小牧市営バス上車や、最近の車両を除いて、ほとんど装備されていなかったが、2017年末に導入された中古車より、後部方向膜を残存させた上で、使用するようになっている。233号車と234号車は、 ラグビーワールドカップ2019開催記念ナンバープレートに取り替えられ、同時に希望ナンバーとなった。かつては、室蘭市内線がグレーに青の帯、その他が、都色変更前の北海道中央バスにも通じる、京阪バスと全く同様の赤と白の都色であったが、1970年代前半頃から、室蘭市内線も赤白都色となった。 1984年頃から貸切高速車は現行の緑色を基調とした塗色となっている。一般の利害車は1986年頃から白に青とピンクの帯となったが、1996年からは貸切車と同様の緑基調に改められている。また、ネオプラン車は白を基調としたカラーリングであり、中型貸切車は1980年代前半までは、 ベージュに赤帯であった。また、苫小牧市営バスからの譲渡車は、貸切車を除き基本的にそのまま市営バスの塗色で使用され、車両更新の際に順次自社カラーを導入する。ありがとうございます。